やっとファイナルファンタジー16がプレイできますよ。こちらプレイするのがね、6月27日ということで、もう発売してから5日が経過してるんですけれども、まあ楽しみにしてましたよ、本当に。本当に楽しみにしてましたよ。もう本当ね、最初の動画上げた時にはこのおじさん絶対 FF16 に興味ないよとか言われたりね、してましたけど、めちゃくちゃあったわ。ただね、そんなにすぐプレイするね、時間とかね、やれる時間っていうのは限りがあるんだよ、おじさんは。いやー、ゲームコンテンツインストールが時間かかる。まあ、当然か。はい、ということで、どうも、ウズです。ようやくファイナルファンタジー16をね、プレイできますよ。ちょっとまた前置きね、失礼するんですけども、まあ、妻と娘の誕生日で、ちょっと栃木県の方に1週間ほど帰ってまして、ファイナルファンタジー16のね、発売とね、ちょっと被っちゃって、プレイステーション5をね、持って帰ることもできず、まあちょっとモヤモヤした形で約1週間ほど過ごしたんですけれども、本日6月27日、まあ、夕方に佐渡島に帰ってきまして、まあ一つね、仕事をこなして、アパートに帰ってきて、まあ今ダウンロード中ですよ。FF16 ね、プレイするためのデータ。はい、その間にちょっとネタというかね、気になってたこと、話したかったことがあったので、それを動画でトークさせていただくのが今回の内容です。だからゲームのプレイの感想動画ではこれはありませんので、まあ、ちょっと FF16 にまつわる雑談ということでね、ちょっと皆さん一緒に聞いていただいてコメントしていただければなと思います。はい、というのも一つ話題にしたかったのが、ファイナルファンタジー16が発売され、まあ現在5日、6日かな、6日目になるのかな、22、23、24、25、26、27、6日目ですね、なんですけれども、まあ FF16 発売されてどれぐらい売れたのかというのがやはり話題になっていて、まあ正直これ関係ないんですけどね。まあ結局ゲームがね、面白いかどうかっていうのは個人の趣味もあるし、そう、売れてなくても面白いゲームあるからね。まあなんですけど、やっぱりファイナルファンタジーってビッグタイトルじゃないですか、看板というか。まあなのでどうしても売り上げ本数って気になっちゃう方が多いと思うんですが、まあそんな中、ファイナルファンタジー16が、まあネットでわさわさしてるのが、Amazon における販売が、まあ、6.1 万本以上という販売本数が出ていて、まあ、以上だからもっと売れてるんですけど、まあ、これが少ないのか多いのかっていう論争じゃないんですけど、そんな話がね、まだ出てるわけですよ。で、最近のゲームっていうと、まあ、スクエニ基準で考えた場合、ダウンロードで購入する方も非常に増えてきてますので、まあ、ファイナルファンタジー6に関しては、総販売本数の6から7割ぐらいはダウンロード版を購入する方がいるんじゃないかとも言われていて、まあもっといかないかもしれないけどね。まあそういったことも含めると、どうなんだろうね。まあわかんないんだよね、結果的にわかんないんだよ。まあ数字としては、ぼやけてはいるけど、実際出されてるのが、その Amazon での販売本数が、6.1 万本以上っていう数字ぐらいで、まあ憶測でね、いろいろ出ちゃう話にはなってしまうんですが、今のところまだ発売して1週間経ってないですし。まあただ、ファイナルファンタジーは最近のタイトルで言うと、ファイナルファンタジー15が初週の売上本数が69万本。ファイナルファンタジー7リメイクが70万本っていう数字があって、で、ちょっとナンバリングタイトルとはずれるんですけど、クライシスコアが 15.5 万本と言われております。まあ、そんな中、ナンバリングタイトルであるファイナルファンタジー16、まあ、PS5 限定というちょっと縛りがあるんですが、10万本いくんかなっていうところが気になってる方も多いと思うんです。まだ結果出てないからね。1週間経ってないから。ただここに関しても、そのネット民の方たちでわさわさしてるのが、今までのファイナルファンタジーって、発売して3日で何十万本、4日で何十万本達成みたいなことを常にね、言われていたんですが、今回のファイナルファンタジー16に関しては、発売して5日以上経過しているのに、それが全然上がってこないと、公式から。まあ、なので、そこから推測される形では、まあ、FF16 ちょっと話題に上げるほど売れてないので、ちょっとコメントがね、ないんじゃないかって言われてます。まあまあ、当然って言えば当然だよね。さっき言ったようにね、PS5 でしか出してないから。あと、ファイナルファンタジー16に関しては、吉田さんが言われてたように、長期で売り上げを上げていくということを考えられているタイトルなので、まあ最初のね、初週の売り上げ本数とか、まあそんな気にすることじゃないんかなっていうのも、あるよね、きっとね。まあそもそも制作側が今回の FF16 は、スタートダッシュでドカンって売れる売り方をしているような感じじゃないニュアンスがあったので、はい。といったところで、ちょっと今回皆様はこのファイナルファンタジー16の初週の売り上げ、まあこの後発表されるであろう、本数に関して、どんな印象を持ってるのかなっていうのをコメントでいただけたら嬉しいなっていう感じの動画でございます、これは。おお、ダウンロード終わったっていうことは、プレイできるね。ということで、私はちょっとこの後、夕飯を家族とオンラインでね、食べてから、ファイナルファンタジー16をプレイしていこうと思いますので、まあ、この動画は本当にその間のハサミの動画になるんですけれども、はい、渦、ファ
ファイナルファンタジー16発売されてから全然感想の動画上げてないので、どうしちゃったんだろうって思ってる方がいるかもしれなかったので、ちょっと急遽こんな動画を簡単ですけどね、上げさせていただきました。普段からゲームの話やガジェット関係の紹介をよくやってる YouTube チャンネルですので、動画を見てみて気に入るものがありましたら高評価チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。まあでも今回ね、ファイナルファンタジー16をしばらくねプレイできないと分かってたので、できるだけ情報を見ずに、ファミ通のね記事だけは読んだんですけど、まあそれ以外はもう全くね、 YouTube 動画はもちろんですし、ブログとかも見てないですから、内容に関しては本当分かんない状態で初見プレイしますので、まあその上で、しばらくプレイしてみて、感想の方を上げていきたいと思います。いやーでもねまあまあ楽しみだったんだよ、すごく。ずっとねやりたいと思ってたからね。うん。